始まりました絶唱降臨第9回、おはようございます。私出たがりの一般人ことアドリブアリと申します。おはようございます。無理やりちょっと通しましたね。やり直しなんてしない。人生一度きりだから。あーなるほど、行き切りますよ。今日もじゃあ行き切って、うん、もうとことん行きましょう。やりましょうよ。はい、ということで、はい、これがシーズン3になるの、はい、シーズンまだ2です。今日もじゃあ一応ワンチャンスもらえてるってことでよろしいですか。はい、ワンチャンスありますよまだ。なるほど、はい、まあ、なんでワンチャンスって言ってるかっていうと、はい、基本的に、ほぼほぼ未達成の流れになっちゃってるっていうこの現状。そうですね、はい、はい、でなんでまだシーズン2をクリアしてないのでですよね、はい、で、これから上がる1本、はい、と、今回のやつが、はい、一応そのシーズン2に含まれると。その間僕は再生数5万でしたっけ、はい、5万です。を目指せばいいということですね。さあふーちゃん、本日の僕が打つべき機種は、はい、今回はパチンコ実践です。パチンコ、はい、となるとミリオンゴッドディセント打った以来になるわけですよね、はい、パチンコか。まあ何の機種のパチンコかと言いますと、後ろこの今ちょっと振り返っていただくと好きなラオさん、はい、それか、それです。まああれですよね、その北斗シリーズ初の小当たりラッシュ搭載っていうやつなんですけど、転生、はい、北斗セブンの転生がありましたよね、はい、のまあそのちょっとバージョンが違うやつ。そうですね、まあ、リニューアルですかね。はいはいはい、はい、なるほど、それですか。ってことはもうバチコン出さないと。ちょっとバチコンも何も目標はやっぱ100列って言われるだけあって、ええ、小当たりラッシュとかを含めた100列って言ったら100列券で出る。はい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 、30列券、40段3列券で最終的に100列券ってなる。そこの到達が一つのラインみたいな感じだ。僕ちょっとすみません、まだ打ったことが、まあ、導入1週間ですよね今日ね。まだちょっと打ててなくて、はい、なんですけど、まあ、北斗セブンの転生 だと結構このやっぱ右で当たると全部2400っていう。あ、確かに、ね、一撃を夢見たんですけど、はい、最高3連っていうね。俺マジクソ負けてますあの機種。でも、はい、まあ、機種は違えどリベンジする機会ですね。はい、ということで本日も一日よろしくお願いします。やります。じゃあささっとね、ささっと戻ってくんだよ、戻ってくんだよ。あ、今日は幸先がいいですね。今日は出てこなかったです、はい、まあ勝ったんじゃないですか。早いですね勝利確信。そんな形で勝利確信されたらもうほぼ勝てないじゃないですか。こういうところでつまずくとね。じゃあちょっと行きます。お願いします。初当たり319、はい、で、65% で確変。そうですね。で、確変になると小当たりラッシュが、はい、ついてくるやつとついてこないやつがあるのか。一応ついてくるやつが16ラウンドの方ですね。はい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 。で、まずだから初当たりで、はい、そこの振り分けを取るかどうかみたいな感じなんですかね。はい、そうですね。16ラウンドの確変は 50% 初当たり。はい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 。だからまあ、結構比較的2回に1回は確変に、16ラウンド確変に1個当たりらしいです。2回に1回はっていうけど、その319分の1を2回当てるっていうのがまあまあね。いや、思い出してください前回のパチンコの。あれでも初当たりはうまくいったけど、レーンが伸ばせなかったじゃないですか。伸ばせなかった。なのにもう3回中2回。あー、そうですね。僕のその事前情報だと、その転生ありきで炸裂も存在するみたいなイメージだったんですけど、意外とこれはもう新機種ですね。全く転生と違う。その演出とかもそんな焼き増し焼き増ししてる感じじゃないし、
じゃあリニューアルというよりももう本当にいろいろ変えてっていう感じなんですね。なんかそういうイメージが、ただ今の感じだけですけどね、はい、さあいつまでに当たることやらな。パチンコはちょっとその辺が不安ありますね本当にな。何赤いけど、あいきなりテンパイか。あそのまま行っちゃう。お 初発展ですよ。んちょっとボタンつ、お病が剣をも蝕んでいるかをその目で確かめてみるがいい。今一瞬ブラックアウトしたときに変な顔が出てきたんですけど、あれ僕でしたね。そんなまぬっちゃ、ね、そんな間抜けな顔して打ってんのかって今だいぶ衝撃を受けたんですけどね。こういう劇画調のイメージでいた中いきなり間抜けな顔ポーンって出てくるからうわーと思って、今までそこら辺そのタイミングの間抜けな顔をよく見て表示されてます。いやーマジでやだな、自己嫌悪ですわなんか先読みが始まってるのかな、これかな、この辺どうかな。あーなんもない。お、来た、あー青だ。無双転生、無双転生、あらららら、え、まだ足りなくないですか。来た、なに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 、あなんか回想シーンみたいな。イシローと同じくユリアを愛した男シン、さあ決勝。あその悲しみはすごい、最強シンを背負ったってこと。回想シーン1回の信頼度 9.6% だそうですあの回想シーンが続かなきゃダメなんだ。それを言われるまで50%あるんじゃない。ない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 。2回で 26%、3回で 51% だって。で、百裂拳予告経由だと一気に跳ね上がるみたいな。なるほどなるほど。すっげー期待してた。ダメ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 。なるほどな。スロットのトップとかやってると。いや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 、もうね、僕もホール内でよくやりますからね、メダル打ちです。なるほどなるほど。シュ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 、本当に、はい、うわー自分ないわと思ったのは、まあ、僕がまだこの業界に入る前ですね、はい、一ユーザーとして、はい、パチンコを楽しんでた時、はいはい、4時間で17台打ちましたね。え17台、4時間でそれはあの同じ、いやいやもういろんな台、いろんな台だ、もううちもいいところでしょ。自分で自分のことやべえなと思いました。なんか結果はいやクソ負けっすよ4時間で5万ぐらい負けてんじゃない、5万ちょっとか負けてる。結構いかれましたね。だからもう帰りゃいいのに、はいはい、なんか次の台打っちゃうんですけど、次の台に座った時ってもうやめたいんですよ。なんかよすごいよくわからないでしょ。だからやめる理由を探ししながら打ち続けるみたいな。
まああれですね、使っちゃいけない言葉かわかんないですけど、はい、病院行きましょう。あの今いろいろあるじゃないですか、あのなんかこうリカバリーセンターみたいな。そう、多分行かなきゃいけないと思う。あ、てめえなに今を生きる資格はねえの時に裏ボタンがある。はい、今日、裏ボタン、タイミングよくボタンを押すと2分の1の確率で特殊効果を。もう一個欲しいよ。さあこれはここから、ここからだよな、コーディネートがいろいろ変わらないと。ザフボーイズ、ザフ両側から来ましたね。さあ、羽ディスク期待したい。あ、今赤い、赤い、はい、北斗七星が赤いです。カモン、何俺。うわー、サッサン。なんでだー。なんでだよー、マジで。いやもうないでしょ。だここになったら多分もう100列券、これ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 、これ待ちで色が赤い。30何パーでしたっけ。あとはラインだ、ラインラインライン。あ、今上がった上がった、今一瞬上がったけど、逆に熱いとこなんだ。え、なに、おぉ、いくつ、いくつ、いくつ、わかんない。なんだっけ、せーの、ゴー。649、649。あとは、65%の振り分けでしょ。そんなの、え、嘘だ嘘だ、これ6ラウンドですよね。まだ 15% の確変の可能性もありますから。やべえ、これやばくない。そっちの振り分け取るかよ。うわ、じゃあもうこの100回でもう一回当たりを取るしかないんだ。50回ですね。あ、そっかそっか、初当たりはそうか。でこれが 15% の内部的に確変だった場合、50超えても続く。そうですね、はい、そうですね。お、テンパイウイグル、はい、さあ、あ、音大きくしちゃった。裏ボタンを確認中です。当たれ。あー、ボタン、あー、くそー、ダメかー。2 1、さあどうなる、継続、あ、あ、早っ。継続ジャッジもないままに左って言われましたけどね。 この光が全部灯ったら継続みたいなのもなく、やってしまったな。
やってしまったな。ただ、はい、当たることが分かったから当たらなかったらダメですよ。これはね、だいぶ僕の中で大きいですよ。じゃあ行かせていただきますよ、はい、大丈夫です。お昼も取ってちょっと気合を入れ直して。ただね、松屋のご飯特盛りですか、はい、胃が破裂しそうっす。じゃあ次は王道の当たり方を見たい。まあやっぱり4大演出ですかとかを絡めて、はい、なんか当たるべくして当たるルートというか。ああもう発展の展開からも熱くなって、ああもうこれいけるだろう。そう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 、何びっくりした。今レインボーかと思ったよ。緑とただの2色でしたよ。保留は仮面ですね。あ、緑と紫じゃん。あ、赤。もう一個。あれあれあれ押せない。あ、来た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 。さあさあここよ、はい、強いの欲しいよ。おお、ここで決める。4点敗。あ、トモ、あ、トモ、トモ、トモじゃなかったね今。五射精か今。え、今何だった今。五射精ですかね。あ、赤い赤い赤い。あ、今ボタンが。これ強いっすよ。赤色。おっと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 。来た。あ、来た来た来た。これだこれ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 。これはもう終わったでしょ。やべ、かっけ。さあここで赤、赤ない。お願いちゃん動いて。え、大丈夫。ちゃん動いて。増えるのはちゃんしかいないのよ。これはビッグチャンスでしょう。じゃないですか。ですね、これね、これが一番強いリーチだもんね。じゃあ一応裏ボタン。今のままじゃ頼む。いやこれはカモン。あ、今いった。裏ボタン成功でございます。82回転やったぜ。終わった。よし、ちょうど福沢先生3人出撃した時、はい、だから追加投資1000円で来ましたね。で、多分あれ、裏ボタン鳴ったから、はい、16ラウンドってことですかね。やっぱり、よし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 、見せばきましたよ。よし、ここからっすよ。来ました来ました、長かった。これね。さあ、あとはあとは当たりと当たりの間をはまればはまるほど、そうですね、小当たりラッシュがついてくる、はい、これを100に持っていけばいいでしょ。そういうことです。あ、今は年齢的には16は便利。 OK。
あ、こういう仕組みなんだ。途中でバトルすることもあるのかどうか、すみません、ありますか。いや、多分小当たりはこういう感じですよね。はい、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 はい。オッケー、オッケー、オッケー。このままだからハマりすぎて百裂拳もありです。大丈夫、ふーちゃん。僕さっき何回転ハマった？650っす。永遠にはまりますよ。何？こっから。ええ。だから本当に申し訳ないですね。はいはい、ずっと絵がこのままだから。当たりを引くわけでもなく。ええ。まあまあそれはそれで。いいですか？いいですよ。それはそれですごいことなんで。はい。すいません。何列券ぐらいまでいきましょう。いやだ、もう億千万。億千万。すいません。調子に乗りました。あ、ねえねえ、この青いのは何？青いのは要はバトル発展の可能性が。あ、セーフ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 。そりゃそうよ。バトル発展じゃねえか。あ、青いのは転落なしの方向。うん。やっぱ黄色とかだと、うん、当たりが2回以上の方向で。あ、へえ。そこに6番の大当たりの方向。期待度があるんだ。はい、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 はい。いや、それはそうですよ。誰だと思ってるんですか。さすが。こういうのをやらせたら。ねえ、ふーちゃん、はい、こういうの以外のもやらせてよ。いや、あの、ずっと見てたって。もっと他のもやりたいっす。見せてほしいっす。あ、ちょっと待って、ふーちゃん、当たった。当たっちゃった。あ、違う、違う。よかった、よかった。バトルで当たり確定とかじゃないんだ。あそこから発展するかどうか。ふ、はい、ーちゃんもう4分の1だよ。なんか演出来てる。あ、セーフセーフセーフ。よしよし、いいよいいよ。バトル？たらバトル。ケンスロンならセーフ？みたいですね。敵だとバトルか。ただそのバトルも 65% で勝つわけですもんね。でしょ。あ、これがまずいんだ。あ、これだ、ね、これで当たったんだ、はい、いやいや、勝てよ、そりゃおりゃ、そりゃそうよ。本当に当たりなしで。いや、もちろんっすよ。何のために普段から僕が弾きたいのに弾けないのかって言ったら、こういうのね。そうよ、やっぱあの時期向いてないじゃないですか、小当たり系っていうのは。まあ向いてるか向いてないかって言ったら向いてると思うんですけど、ただここで輝いたとてよ、はい、みたいなとこあるじゃないですか。ここでしか輝けない。いや、ここでしかって言うじゃない。しかって言う必要ないだろ。ここでもって言ってくれよ。あ、ジャック、チュー？ジャック？これは。まあ大丈夫でしょう。はい。あ、これは。ランブ6。あ、これは6ラウンド各変か。そうです。これ今当たったんだ、はい、結構105回転はまったからね、はい、43。なんか煽りが来てる。あ、大丈夫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 。バトル？バトル？うわ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 、危ねえ、危ねえ。あー、でも必殺技来た。あ、やばい、うん、よし。オッケー。
だからこれはあれですよね、転落を回避という、まあ、回避とか小当たりですよね、小当たりの演出ですよね。別になんだろう、偉そうにするわけじゃないけど、ハマりの力をなめるなと。え、大丈夫？よし。さすがハマりの力。そうですよ。うわうわうわ、なんか演奏多いな。ちょっとこれ危ないんじゃない？怖い怖い。あーやばい、これはマジでやばい。やべ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。俺65%1回しか通せなかったってことですか？まだわかんないですよ。嘘でしょ。いや違う違う、 あそうだ、はい、味覚の 10% はあれがラッシュがついてこないから、はい、一応まだ可能性はある。あるんです。ただもう一つ言うと時間中に319分の1を引くっていうのもありますからね。うん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 。緑ですよ。赤い。おおおお。どっちだこれ。いやマジで種ありでやってくれ。種あり？はい。確変であってほしいという。なるほど。当たれ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 。よっしゃー、これだから多分、まあ分かんないっすね。2角だったか2通で初当たったかなんですけど、どっちかでしょう。まあでも2角の方が一応可能性はあったのかなと。この図柄揃えはラッシュ付きかな。それはまあこの何ラウンド当たりかっていうのも。あ、わあ、ここです。そっか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 。え、嘘でしょ。6ラウンド、あ、6ラウンドだから、はい、もう振り分けはラッシュ系です。ラッシュだ。あ、でもまだ潜るのこれ。ですね、ちょっと分かりました。これ電波文字って書いてますけど、あ、電柱だ。そうなんです。電柱も結局大当たり打ちまち同じなんですよ。16ラウンドかける50%ってことはもうさっき通常だったんだ、はい、ほぼほぼだって、はい、100列ラウンドボーナス中だったら6ラウンドで落ちないですもん。そうです。続くはずだからずっと。だからこのランテモードに入ったからで、こっちで抽選受けてまた6ラウンド引いたんだ、はい、だからあそこで16引かなきゃいけなかったんだ。だからまだ52のままで止まってます。え、ちょっと待って、ってことはこれ落ちる可能性あるじゃないですか。ありますね。やだリーチはかかるかな。まで行きました。リーチはかかる。サウザー
や一応赤いけどな。ボタンはボタンに3スタンプ欲しい。やっぱりダメか。いやこれどうだろうな。まあ、とにかく一度乱世モードに落ちて、はい、六角か六つを引っ張ってるという状況 で、 そうですね、もうすぐその答えが分かる、はい、ラスト、はい、うわー6通引いてる6通引いてるよマジか。やっちゃった。うわー悔しい。ちょっと悔しいぞ。あ、今のはですね、はい、エピソードからストーリーリーチに発展するときやりたいで、そこからトキ VS ラオウに、あ、行くんだことがあるって、あーまだ多分出てないんですね。一応じゃあそれを期待できるんですね、はい、バトル後半に行くみたいな感じですかね。これもギジさんキック、鳥が多い、鉄塔だよ。え、でも圧倒的に足りないですよね、やっぱね。まだちょっと足りないですね。ここが赤とか。やっぱチャンスダウン入ってますんで。まあ、一応ストーリー SP リーチに行くのが多分決闘とかなんじゃないですか。バトルを一緒にわけじゃないんだね、決闘っていうか。一応これも決闘じゃないですか。これ決闘ですか。やっぱほら男と男の駆け引きがほら、なるほど、これこれは決闘ですね。あータイトル普通。いやまだ分かんない、これだけでも 20% ぐらいはありますから、何なら言ってもいいよ。6 3ライン4ライン5ライン6 7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 
ゴール、ゴール、あの周りのお客様が、はい、聞いてました、全然いい映像でやってるんだもん、プライベートでこんなこと言わないっすよ、おーれ来た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 来ました、やったよしよしよし、やりましたね、よし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 、じゃあもうここで100日券入れますか、お見せしましょうか、お願いします、いいでしょう、さあリベンジですよ、はい、あのね、一度食らった技は二度食らわないですよ、どういうことですか、んちょっとちょ今カッコつけてるのにどういうことですかとか言ったら台無しになるから一度食らった技ってさっきのやつはさっきの形はもう負けないってことだ、二通二通、あ、二通、ここに2通はしねえと、2通はもう食らわんす、無限に続くだろうって言ったら、そりゃそうですよ、無限に続くんですよ、そういうことです、あれちょ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 、バカ
カバカバカ1回転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 やってやめろ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 1回転ケーン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 ちょっとちょっとでも当たってる気分になろう。ピエロでも聞きながら。ああいいね。ちょっと持ってきました。いい。やっぱこれでこれっすわ。かっこいいっすね、この曲。この曲。なんか当たってる気分になってきましたもん。楽しくなってきましたね。楽しくなってきた。ここからですよ。サビも聞けねえよ。終わったよ。サビも聞けないってどういうことですか。切り替えの遅かったんじゃない。 A メロぐらいでしたね。 A メロの一番でしたよ。そうですね。不完全燃焼すぎるんだけど、何もかもがサビすら聞けないって何。世の中に、はい、あんなに悲しいことがあるんだなって思いました。なんかね、はい、心折れるっていうか、目の前に起きてることを認めたくない、はい、嘘だこんなの嘘だって思ってました。悔しい。悔しいですね。まあ、一応結果の方、はい、報告させてもらいますけれども、はい、年の方が福沢先生3人ぴったり、そして、流した玉数レシートこちらドンということで、まあ、収支はマイナスなんですよね、はい、結局、はい、蓋開けてみたら3回取ってるんですよね。3回取ってますよ。結構頑張ったんだけどな。まあでも、もうこれもパチンコですよ。そうですね、パチンコの現実ですよ。はい、はい、ということで、これでちょうどはい、シーズン2が終わる、終わるんですけど、あとは結果待ちですね。次ももしかしたら2に入るみたいな。ただ2がもちろんそのシーズン3といってもシーズン2のパークをクリアしないとっていうのがあるので。だって5万なんて夢のまた夢だもん。今のところちょっと厳しいです ね、 ずっとちょっとなんとかしないと、はい、なので一応ですね、すみません、次回、ええ、ちょっともう日程も決まってるんですけど、はい、まあ、とあるちょっとですね、ゲストを呼ぼうと思ってます。え、はい、まあ、やっぱりこう再生数を伸ばすために、はい、スペシャルゲストを呼ぶ予定になっております。予定ね。はい、楽しみですね。はい、ということで本日も最後までのご視聴ありがとうございます。まだまだこの企画続きますので、よろしければチャンネル会員の登録の方をお願いできればと思います。それではまたお会いしましょう。失礼します。